まきチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、北条まきです。まきチャンネル、今日はじゃん、すず焼きというお菓子をいただいたので、こちらをいただきたいと思います。これは、分かりやすく言ったらカステラだと思うんですけど、和三盆を使ってるそうなので、それがすごい楽しみ。鈴の形をしていて、これは和歌山県のお菓子です。新宮市っていうのかな、新しい宮、和歌山県の、購買堂さんです。香る梅の堂、お店の名前、創業明治元年、すごいですね。これ袋開けてみました。鈴の形してるんですよ、かわいい。いい香りです。すごい優しい香り。すごいね、こんなくっきりちゃんとあれだね、形出るんだね。鈴の型に入れて毎日焼いてるんですかね、購買堂さんの梅でしょうか、梅の形の箱で。じゃあいただきます。うん、しっとり、あ、すごい優しい甘み。うん、おいしい。あ、この中サイズがいいですね。うん、甘い、うん、美味しいです。今日はお抹茶を立てようと思ってもう見える、もう入れちゃった、抹茶の、うん、お粉とお湯。これね、前から買ってたのにあんま使わないんだけど、抹茶立てるやつ、こうやってやってる。シャカ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 、たまに抹茶飲みたくなりませんか。うん、でもこのお菓子は、なんだろう、コーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティー、何でも合うと思う。まあ、この時期なら麦茶でもいいかな。でもなんかあったかいお茶飲みたくなるなと思って、たまにほんとね、無性に抹茶飲みたくなる時あるんですよ。で、これ、うち抹茶の器ではないんですけど、抹茶用の器ってこういうのありますよね。いい香り。こんなに濃い。わあ、これ緑茶この色だったら苦そう。あー、美味しい。なんか抹茶って落ち着くわ。なんかあるよね、こうお作法だっけ、こういうの右に回すだけ、わかんないの、作法は私全然とかあるよね。で、一回飲んでとか。でもすごい前にどうしても抹茶が飲みたくなって、でもカフェに抹茶がなくて、まあコーヒーじゃないですか、大抵置いてるので、こういう抹茶が飲みたくって探したんですよね、ネットで。そしたら、なんだっけな、お作法体験みたいなあって、で、抹茶と和菓子がついてるっていうのがあったんですよ。しかもワンコインで体験できる、500円で体験できるっていうのがあって、で、行ったの。そしたら、もうほんと美味しいお抹茶立てていただいて、で、和菓子も出てきたんだけど、お抹茶を先に飲んじゃいけないんですって。それは作法なんですってね。ちょっとわからないんですけど、私。だから、お菓子をまず食べて、食べ終わってからお抹茶飲んでくださいって言われたの。それがちょっときつくて、なんか、飲みながら食べたいじゃないですか。飲んで食べて、飲んで食べてしたいから。なんかお菓子食べて、すっごいもう和菓子のほんとお砂糖の塊みたいな甘いの食べて、でその後に抹茶だったから、なんかもう抹茶が早く飲みたくて飲みたくてっていうのをすごい覚えてる。なんかそういう気分だったの。で、あとお作法教室だから、なんか畳のへりにこうへりを踏んじゃいけないとか、あと正座してなんかこう手ついて頭を下げて、で抹茶茶碗を回してとかやってたんだけど、ほとんど覚えてない。抹茶飲みたくて行ったから。
なんかそういう思い出があります、抹茶は。これ買っててよかったかも。なんかこうやってシャカシャカシャカってね。抹茶はカテキンも豊富だし、またなんか緑あのお抹茶の粉をそのまま、茶葉をそのまま粉にしてるからカテキンが豊富って書いてあった。おいしい。あーこれいいですね、鈴焼き。ありがとうございます、くださった方。ぜひ皆さん、この購買堂さん、和歌山県のお菓子、お取り寄せとかもできると思うので食べてみてください。和三盆のいいお味がします。じゃあ皆さんもティータイム楽しんで、今日も頑張ってくださいね。またね。ほうじ茶まきでした。